毎週いろんなゲストの方をお迎えしてお送りする劇展ゲストルーム。今週のお客様はティアラウェイの千葉さやこちゃんと南里優香ちゃんです。よろしくお願いします。千葉ちゃんは2回目ということで、はい、そうですね、はい、南里優香さんは今回この番組初登場ということで、はい、よろしくお願いします。前回単体で出ていただいた時に千葉ちゃんはいろいろお話を伺ったので、はい、ちょっと今日はですね優香ちゃんのお話を伺っていこうかなと思うんですけれども、はい、はい、まずですね、はい、この番組に来てくださった方に、はい、いつも聞いてる質問があるんですけど、はい、お仕事を始めたきっかけを。はい、私が声優さんを始めたきっかけになったのは、こうサイコさんと少し被るところもあるんですけど、もともとすごく舞台をやってみたくて、小学生の時に劇団に入って、その後中学生の時に南青山少女歌劇団っていうミュージカル集団、はい、の劇団にこう入って、サイコさんのだから後輩なんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。なんかそこからつながりがあって、うん、なんかパワーパフガールズっていうアニメのオーディションを受けに行って、それがきっかけで声優さんの仕事をやるようになりました。はい、舞台はじゃあ昔から見るのは好きだったんだ。すごい好きだったんですよ。もともとお母さんも好きだったので、よく連れて行ってもらって、で小学校4年生の時にちょっとビビッと来ちゃって、来ました。なんか宝塚を見ていて、そこで、はい、ちなみにどなただったの？覚えてない。小4の時からあんまり、そうだよね、あんまり覚えてないかもよ。そうだね。お芝居の内容とか覚えてますか？いや、なんか宝塚のもう世界がわーって感じ。そう、もうめちゃくちゃ舞踏会みたいなのが開かれてるイメージはすごく覚えてるんだけど、とにかくもう放心状態で、なんか私もこう舞台に立って歌いたいって思って、でもなんかそんなところもサイコさんに似て、そうだよね、言ってたもん。私もやっぱり自分がなんかこうやりたいなりたいって思ったのが、やっぱ宝塚に入りたいっていうのがきっかけだったから。でもそうかってことを考えると、南翔も女の子ばっかりだから、そうそうそう、似てるところあるのかもね。少女歌劇団だもんね。なんか作品によっては女の子が舞踏会やった。舞踏会舞踏会はできないやりたかった。じゃあこれから先舞踏会開こう。開きましょう。そうかね、ティアラウェイのなんかおほほほほみたいな感じで。グラス、仮面して、仮面か、グラスか、こっちかと違う違う、誰だか分かんない。仮面舞踏会じゃないの？いいね、仮面舞踏会やりたい。ティアラウェイの、私たちも紛れよう、この格好で。バレバレだ、バレないと思うよ、この格好で行ったら。じゃあ、もともとじゃあミュージカル始めて、で声優のお仕事ってなると、はい、やっぱまたちょっと違う感じの部分が出てくると思うんですけど。すごいですね。自分の声でこうキャラクターが変わっていっちゃうんだっていうことにすごくドキドキしたりしたんですけど、最近はすごく楽しいです。なんかアドバイス受けたりとかするの？はい、なんかしたっけ？アドバイスは、いや、してないな。違うんですよ。マリアさんと、モニジョさんのセカンドだったんですけど、なんかあの時もまだ初心者で、こうサイコさんの後ろにいつもへばりついて、なんかそうするとサイコさんスッとこう手を差し伸べてくれるような感じのお姉さんでした。お姉さんでした。なんで手恥ずかしいですよね。わかる。2人の関係性っていうのはなんか姉妹って感じなんですかね？そうだね。たまにこう逆転したりもする。たまにお姉ちゃんって時もある。どんな時に？ほとんどないけどね。本当にほとんどないよ。ないけど、もう本当千葉さやこがもうとてもとても疲れて、もうお姉さん無理だってなった時は、よっかお姉ちゃんってたまに甘えたりすると、よしよし。いいなぁ、見てみたいね。いいね。2人が組むっていうことは、一番最初決まった時どう、そうだね、何きっかけなの？きっかけはそのさっきちょっと話に出たマリアちゃんも出てるメモリーズオフっていう、ゲームがあって、それの、マリアちゃんはファーストメンバーで、私と優香はセカンドメンバーとして2人で共演したんだけど、それの OVA が出た時にエンディングテーマを2人で歌わせてもらったんですけど、その時は、千葉さやこ南里優香っていう個人名で出した。あ、キャラ名ではなかったんだ。うん、そうそうそう、全然続ける予定もなく、なんか2人でキャラ名でもなく2人の名前で出た。そう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 。で、
もてあそばないでよ。あの子ちょっとおかしい。呪術にかかり始めてるね。あのね、目見ちゃダメだよ。そうだよ、石になるからね。どんどん見てごらん。皮膚がね、皮膚がカピカピになってくるから気をつけて。どうぞ、すいません、続けてください。いいんです、はい、うん、どこまで話したっけ。そんな感じで、そうそうそう、まあ、最初は違ったんだけど、そうそうそう、最初はあの個人名でやってたんだけど、うんうん、あのそのメモリーズオフのコンサートがあって、うん、そこで初めて人前で2人で歌ったのがきっかけで、あのじゃあ今後もちょっとユニットとして活動していきましょうかっていう話が広がって、うんうん、で今に至るって感じかな、うん、この2人のこのディアラウェイっていう名前って、うん、ディアラとウェイ、そうですだよね、うん、そうなんです、冠、うん、冠とうん、カムリと、レイっていうのはあのレイルウェイって鉄道線路あるじゃないですか。なんでレイル出てきちゃったんだろう。これ今後聞けば分かるんですよ。レイルウェイ の, あのレイルを取ってティアラやっぱりか。あれ言わなかったね。でも大事ね、っていう意味、あ、そうそうそう、なの平行線で2人でね、2人で、うん、2人でいつもいつも平行線あの2本ないと成り立たないっていう、その2人が一緒にいないと成り立たないっていうところで、なんかその線路っていう、そのまっすぐ進んでいく道っていう、ティアラのなんか王冠に向かって歩いていく道っていう意味で、ちょっと神々しいよね。あ、かっこいい。だから最初の写真線路だったんだ。あ、そう、シングルの、そうそう、そうなの。そうそうそう、あー、これから先、はい、なんか、はい、はい、これからはですね、はい、まあ、まずは1月にアルバムが出て、はい、その後3月6日にですね、はい、横浜ブリッツでファーストライブをやります。おお、はい、決まりました。すごい、うんうん、何やろう、ね、舞踏会そこでやればいい。そうだよ、やろうか。だったらできる。みんな仮面つけてきちゃう。お客さんに仮面をつけてきてもらう。でみんなこうなんかこうフリフリのなんかブラウスみたいな感じ。公爵みたいな。それをね、スタッフの方に相談してみようか。そうだね。まあ玉砕されるって可能性高い。だってさ、普通にさ、なんかかっこよくステージに出てって歌おうとしたら、お客さんみんな仮面つけてるやじゃない？やだ、泣いちゃうかも。そのライブを楽しむためには、うん、これが必要ということ で、 で、はい、今回持ってきていただいたグッズを、はい、ここで、はい、出しちゃってしました。ダダン、はい、ダダン、お、こちらファーストアルバムでございます。はい、はい、タイトルは To Be と言いましてですね、双葉、お、双葉、二人の葉っぱ、うん、そうそう、二つの葉っぱ、うん、うん、コンセプトは、はい、はい、ゆうかさんが、そうですよ、コンセプトはこういうあの荒れ地のこう世界に真っ白だ、え、誰とも、あ、そう、なんかこの2人が、ティアラウェイの2人が双葉として、なんかそういう命を持ったっていうか、そういう生命体としてそういう荒れ地に生まれて、これからなんか育っていきますっていう、うん、なんだろう、なんか力強い、うん、そうそうそう、力強さとか、うん、でやっぱりその希望とか、うん、何もないところにこう何か生命体が生まれるってやっぱ希望があったりとかするから、そういうの意味も含めて、うん、それで私たちの2人の歌によってこの双葉を育てていきたいっていう、うん、以前何曲ぐらい入ってるの、はい、15曲です。はい、すごいね、はい、今まで、3枚のシングルを出してるんですけど、全て、はい、もちろん入ってて、それに加え新曲と、うん、いう感じです。はい、はい、今回なんか DVD が、そうなんです、ね、はい、定番ね、私たちティアラウェイの、うん、ヒストーリーが、はい、これがね、そのちょうど、ティアラウェイとして、活動する前から、私たち2人がその、きっかけになったそのユージュアルプレイスっていう曲を歌ったステージの一場面から入ってるから、本当に貴重な映像で、ユージュアルコンサートも、うん、そう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 、
で、あの本当オフショットというか、なんかもう楽屋というか、なんだろうね、もう普段のなんかちょっとコントみたいなのも入ってる。大丈夫？眉毛とか。やばいかもしれない。そこ？そこなんだ。いやいや、女子としてはさ、ね、そうそうそう、棒にして薄めがちだからさ。薄めがち。そうそう。じゃあもう映像も楽しめて、はい、楽しめるということで、ね、じゃあ今回ちょっと劇展のために特典をつけていただいたということで、はい、そうです。紹介していただきます、はい、あ、こちらさらにでっかい、でかいです。わーい、すごい、うん、でしょ、ちょっとかっこいいやん、神々しいし、すごい素敵。そうです、はい、はい、こちらの、アルバムのポスターを、100名様に、はい、はい、そしてそのうち20名の方にはサインが入っております。はい、ナース、はい、まさに激レアです。今夜の素敵なゲスト、ティアラウェイのファーストフルアルバムトゥーリーフをお届けします。15曲入りの大ボリューム、しかもお宝映像満載のティアラウェイヒストリーを収録した DVD も付いています。提供価格は税込3990円。お買い上げいただいた方の中から100名様にポスターを、うち20名様にサイン入りポスターをプレゼント。というわけで今週のゲスト、ティアラウェイのお二人でした。ありがとうございました。